駅舎西口ホーム、福島方面のホームから仙台空港線との合流部分を撮影名取駅は宮城県名取市須田2丁目にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、仙台空港鉄道の駅である。かつては増東軌道線が接続していた。JR 東日本、JR 貨物の東北本線と仙台空港鉄道の仙台空港線が乗り入れている。 仙台空港線は東駅が起点であるが、すべての列車が東北本線に直通して仙台駅まで運転される。仙台空港線は、この東北本線への直通区間を合わせて仙台空港アクセス線の愛称で案内されており、東駅が JR 東日本と仙台空港鉄道の管轄区間の境界駅となっている。また、東北本線に岩沼駅を終点とする。 常磐線の列車も乗り入れているため、列車運行上は、前述に路線を加えた合計3路線4方面の列車が乗り入れている。JR 東日本が発行するフリーキップのうち、週末パス、三連休東日本、函館パス、北海道東日本パスは、仙台空港線への使用ができない。逆に、仙台丸ごとパスは使用できる。国鉄時代は、 特急列車、急行列車、一部の普通列車が通過していた。東側より、短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、京二面三線のホーム並びに下り貨物つ列車が、旅客列車対比に使う、副本線を持つ、地上駅。仙台空港線は、東北本線の上下線の間に付設され、当駅の南側で、高架線となり、 東北本線上り線をまたいで東方の空港方面へ伸びる。線路は駅北側で上下線と接続し、南側には東北本線上り線から空港線への渡り線が一本、あるため仙台空港線同士の列車交換が当駅で設定されている。東西自由通路を併設した京上駅舎を備える。JR 東日本。 仙台空港鉄道の共同使用駅で改札は分離されていない。また JR 東の駅員のみ配置で JR 貨物、仙台空港鉄道の駅員は配置されていない。JR 東日本東北総合サービス運営の業務委託駅で仙台駅が当駅を管理する。緑の窓口、自動券売機2台、指定席券売機1台、追加対応自動改札機。 自動生産機が設置されている。なお、仙台空港線内の定期券の販売は、仙台空港鉄道所属の各駅では対応せず、当駅の緑の窓口が一括して担当している。かつては、上下線の間に、抽選のある一般的な国鉄の地方駅であったが、2005年より、仙台空港線の乗り入れ工事に伴い、抽選を一旦撤去して、レールとバラストを、 本線級に格上げした。線路や河川の敷設、仙台空港専用の信号機や ATS 地上紙等の保安装置、分岐器の設置等の工事は2006年秋頃にほぼ完了した。JR 貨物の駅はコンテナ貨物の取扱駅であったが、すでに貨物列車、トラック便ともに定期便の発着はなくなっている。 本線の西側に沿って北進する側線が一本あり、その終端付近はコンテナの二役線となっている。コンテナホームは札幌ビール仙台工場の敷地内に一面設置されている。このため当たり駅では札幌ビール発着のコンテナのみを取り扱っている。かつては工場の中まで専用線が付設されており、有害者による製品輸送が行われていた。 これは1989年8月限りで廃止され、専用線の跡地にコンテナホームが設置された。貨物列車は高速貨物列車が2012年3月17日のダイヤ改正まで1日1往復仙台、貨物ターミナル駅との間で運行されていた。1990年3月10日のダイヤ改正で臨時高速貨物列車が1往復同じ区間に 追加されたが、2008年3月15日のダイヤ改正で設定が廃止された。2012年3月17日のダイヤ改正により、貨物列車の停車設定がなくなった。以降は、ナトリオフレールステーションが開設され、仙台貨物ターミナル駅との間で1日に往復のトラック便が運行されていたが、これも2016年9月には廃止された。なお、年度の 貨物時刻表及び、鉄道要欄においては、路線図から表記はなくなったものの、時刻表本文には引き続き、コンテナ扱いのみの駅として表記されている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は13,497人で、ある。宮城県内の JR の駅では、仙台駅、青葉通駅に次いで3番目に多い。 近年の推移は以下の通りである。東口西口注釈出店。ありがとうございます。